ミゲル・グレホリオデラ、ルス・アテノ・ヘス・ミラモン・イパレロは、メキシコの保守派の軍人。1857年憲法を制定した、イグナシオ・コモンフォルト政権が、保守派による政変で打倒された時に、自由主義派の、1857年憲法による、暫定大統領のベニートフ・フアレスに対抗して、暫定大統領を務めた。第二次メキシコ帝国では、元帥として、 トマス・メヒアと共に皇帝、マクシミリアンのために戦い、1867年6月19日にで、軍事裁判で国家反逆罪の有罪判決を言い渡され、マクシミリアンとメヒアと共に重殺刑となった。ミラモンはメキシコシティでフランス系移民の家族に生まれた。米北戦争の間チャプルテペクの戦いの際に15歳の彼は投獄された。 10代の終わりから20代の初めに、彼は個人的なカリスマと兵士としての適性とゲリラ戦術陸軍で有名になり、比較的急速に昇進した。彼は忠実な保守的な王政、貴族性ローマカトリック教会の特権の支持者であった。カトリック教会は立憲軍に対抗する彼の軍に資金的な援助をした。メキシコ帝国の武漢の礼服をまとったミラモン。 レフォルマ戦争の間、彼は中央定地で1857年憲法を無視して、クーデターを起こした反動的軍事政権の側について戦った。大統領は軍事政権内の派閥が競い、議会が任命した。ミラモンの派閥は最終的に勝利し、1860年2月2日に30歳にもならないうちに彼は大統領とみなされた。しかし、 ミラモンであろうが他であろうが軍事政権の大統領はベニート・フアレス率いる立憲軍には承認されずアメリカ合衆国もこれを承認せずにフアレス政権を承認した。1859年4月11日にミラモンは立憲軍の捕虜のみならず負傷した彼らに手当てをした医師と多数の市民をミラモン政権から首都を奪還しようとする立憲軍の進派とみなして処刑したことで 人々に恨まれた。この虐殺のさらなる結果として、立憲軍のデゴラード将軍は、反立憲軍は捕獲と同時に射殺するように命令を出した。1860年8月12日から15日の間、彼は大統領職をホセイグナシオ・パボンに譲った。いくつかの資料によれば、彼はメキシコシティ警察を使用してイギリス総領事館を襲撃し、 60万ペソの軍資金を調達したという。彼は12月22日に、ケレタロ州のサンフアンデルリオで、ヘッスゴンサレスオルテガ将軍の軍に敗れるまで、同盟に戦い続けた。辞任から2日後に彼は、ヨーロッパに逃亡した。フランスでは、彼は、ナポレオン3世とメキシコの王党派とマクシミリアン、大公との間の交渉には関与しなかった。 メキシコ帰国後、メキシコ皇帝に即位したマクシミリアンによって彼は帝国陸軍大元帥に任命され、軍略を学ぶためにベルリンに派遣された。1866年に帰国すると、彼は共和国軍から帝国を守るための軍を組織した。1867年2月19日、彼はケレタロニ皇帝に対する包囲を跳ねつけるために進軍した。 彼は不評担当し、トマス・メヒアが騎兵を担当した。3ヶ月後、彼の進言により、皇帝は降伏した。彼は戦闘中に重傷を負っていた。6月19日、3人全員は国家反逆罪でベニート・フアレス大統領によって銃殺刑に処された。処刑はケレタロ郊外の金の丘で執行された。ありがとうございます。